えどうも、岸田です。えー、この度のカナダで開かれている生態系の保護や動植物の遺伝資源などについて話し合う国連の会議 COP15 に参加して私は考えました。途上国の支援また生態系の保護に1170億円支援するぐらいなら我が国の生態系 つまりは既得権益者の次に位置する大企業。その次に薄い中間層。そして底辺にいるロスジェネ。このロスジェネに支援をすることが最も早急で重要なことだと検討に検討を重ねてお流れにしてきたということを鑑み、今後も末永く 検討をすることにより、その苦しみを見て北総園でおこうかなと思っております。また、私の息子は所得倍増。所得倍増を成し遂げ、よっしゃよっしゃということでございますし、私自身もこの度、ボーナス400万を軽々と手に入れ、その他、 政治資金パーティー言われば、1億2億が簡単に集まる、まあ非常に美味しい職業だなと感じております。それに加え、人が苦しむのを見るのは非常に楽しい。そして皆様、底辺の下々の国民たちが、重税にあえぐ姿、そして必死に亡き者が亡き者から取り上げる、いわゆるネットワークビジネス、 宗教関係の壮絶な争いを見て酒を飲むのは最高の晩酌と言わざるを得ません。以上、岸田でした。